こんにちは、たばちゃんこと田畑めぐみです。たばさとゴートピックスでは皆さんから寄せられた情報を中心に私と佐藤くんが取材に出かけた模様をお届けしていきます。それではこちらをご覧ください。どうぞ。たばさとゴー。6月22日23日に荒川区町屋ふれあい館で行われた町屋忍者屋敷忍者になる修行をしようの話題です。このイベント、なんと子どもたちが忍者になるための修行を行うというもの。さまざまな関門をクリアすることで目標を達成する喜びを味わってもらうことが目的なんだそうです。でも忍者修行って一体？こちらは創作室の間。忍者といえばそう、手裏剣。お母さんたちが一生懸命手裏剣を作っています。こんにちは。おや、何やら細長い風船を折り曲げています。この形はもしかして必殺風船刀？さあ、そして武器を持っていよいよ忍者修行に向かいます。抜き足、差し足、忍び足。さまざまな関門をクリアしてみんな立派な忍者になったのでした。いかがでした？なんか結構子供が大丈夫かなと思ったんですけど、結構喜んで参加してたのでよかったです。今日の忍者修行はいかがでした？お子さん。楽しそうでした。もうまだちょっとちっちゃいのでめちゃくちゃだったんですけど、でもだいぶ汗をかいて楽しんでました。いかがです？こう地域の皆さんと触れ合える場所があるって。いいですね。やっぱり子供はやっぱり子供同士遊ばせるのが一番楽しそうなので、はい、楽しく遊ばせてもらいました。せーの、6月30日文京区にある教育の森公園で未来文京フェスティバルが開催されました。昨年ですね、東日本大震災がありまして、おそらく一番不安に感じているそのターゲットは小さなお子様がいるお母さんじゃないかと。避難所はどこかとか、食料はいつ来るんだろうかとか、そういったことがすごく不安に思ってたと思うんですね。ぜひその不安にお答えするイベントをしていきたいなと思って、このイベントを企画いたしました。まず最初にお邪魔したブースは秋元のパンの缶詰。パンの缶詰って何ですか？はい、パンの缶詰は非常食なんですけども、はい、備蓄用に開発されたものなんですが、はい、中に柔らかいソフトなこう食べるという、はい、珍しいですね。そうですね、世界で初めてパン秋元が開発しました。試食してますけどいかがですか？いいですか？はい、どのぐらい持つんですか？これは37ヶ月、約3年ですね。3年も持つんですか？はい。いかがですか？ふわふわですね。香りもいいです。香りもいいですよね、はい。こちらは炊き出しの訓練のブースです。東洋大学のボランティアサークルの皆さんが水筒を作っていました。炊き出し訓練やってみていかがですか？やっぱこれから先何が起こるか分かんないんで、それに役立てればいいなと思ってます。また会場には小石川消防署のはしご車が登場し、
子どもたちは操作台の上に登り興奮した表情を見せていました。そしてステージでは災害時の行動をダンスで学べる防災ダンスが行われました。大人の話をよく聞こう、ごめんね、大人の話をよく聞こう、はい、グラグラグラ、地震が起きたら身の安全、はい、イエーイ。参加されてみていかがですか？子供にはすごいいい経験だったと思います。今日ここに来てみてどう？楽しい。今日このイベント参加してどう？楽しかったです。何が楽しかった？ダンスイベントが楽しかったです。楽しかった。今日ちょっと変わったダンスしたけどどうだった？カニとか進化した時のひなの方みたいなのがよく分かったのでよかったです。ありがとうね。ありがとう。最後にお送りするのは根付作家高木牧仙さんの個展の話題です。会場となったのは文京区目白台にあるサロンこだま。こちらは個展を主催されている日本木彫芸術文化財団の東京事務所でもあります。日本木彫芸術文化財団とはどういったものなのか少しお話しいただけますでしょうか？はい、私どもの財団は飛騨高山にずっと古くからある伝統の一刀飛騨一刀彫り、そしてまたあの木の根付けというのが、ずっと連綿と続いておりました。ここにスポットライトを当てて、やはり木発ということで木彫という言葉をつけながら、芸術文化財団、要するに木の文化を世に知らしめ広めていこうという趣旨で作らせていただきました。いわゆる根付けというものですけど、もともとの一番流行ったのは江戸時代、特に江戸、東京ですね、東京にいわゆる水戸黄門さん持ってて印籠とか巾着とか、あれを下げる留め具ですね、留め具としてのが根付けなんです。で今あるのは今で言うといわゆる携帯のストラップとか本当に飾りでブラブラするのを根付けって言いますけども、その現代の根付けとして、その昔のあるその根付けというのはシャレとか粋とかっていうその江戸時代の特に文化、その文化を受け継いだものが根付けなんですね。見て楽しむ、そして昔からあるこの伝統の根付けっていうものをこう日本 その再発見ですか、それをしてもらえればいいなと思っております。第1回現代木彫根付公募展で大賞を受賞されたタコと魚の目を見せていただきました。これパッと見るとタコですけど、こう裏見てもらうと足の裏に魚の目がついております。実際私やっぱ手にタコができたりしますので、それを思いついて日本の言葉遊びでタコとか魚の目って言いますよね。これを組み合わせたらどうかなと思って作ったのがこのタコと魚の目って作品。これが本当に初めて2年目くらいに作った作品なので、これこそ自分がこう面白いなと思ってこう人を笑わせるつもりで作ったものですから、そのこう技術的なことを言うともう本当にお恥ずかしいところもあると思いますけども、だからこう見ていただくとこう可愛らしくで、ファッとこう先ほども言いましたけど裏返すとこのそのね足に魚の目がついている、魚の目を目ん玉にして、それがまたこの作品の面白いところです。根付作家高木牧仙さんの個展は7月10日火曜日まで開催されますので、皆様ぜひ足をお運びになってみてください。いかがでしたでしょうか？タバサド GO トピックスでは皆さんからの情報をお待ちしています。どんな小さな話題でも構いません。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。